会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。八津市の藤井さんからのメッセージ。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは、豊里町にある岡村本家さんです。知り合いに誘われて行った金亀酒造祭りで初めて金亀さんのお酒を飲んだ時、まさに生きている味という感じで、はっきりした生き生きした美味しさがあって、こんな日本酒とこんなに近くで出会えたことにとても感動しました。季節が変わるのが待ち遠しくなるような素敵な酒蔵さんとの出会いがとても嬉しく、古くからの酒造りを守り続けてこられる岡村本家さんにありがとうと言いたいです。ありがとうございます。一番嬉しいお言葉でございまして、本当に160年という一応伝統というのがございますが、一年一年本当に酒造りはですね、状況が変わってまいりますので、毎年仕込みの方は本当に緊張してやっておりますが、やはり160年今ずっとこの地でやらせていただいているということが、こうやって皆さん来ていただいて励みになりますので、またゆっくりとおいでいただきたいと思います。岡村本家は創業164年、江戸時代から続く老舗の造り酒屋である。彦根藩主の井伊大郎より酒造りを命じられ、彦根城の愛称である金亀を名乗ることを許されたが、恐れ多いと金亀と名乗ったことが始まりである。今でも金亀さんと親しみを込めて呼ばれている。古くからの趣を残した酒蔵には観光客が後を絶たず、当主の博之さん自ら案内をして回っている。今も江戸時代から変わらぬ製法で、近江の米、近江の水を使って酒造りを行っている。お米の精米という工程があります。これの玄米を100としまして、40まで磨いたものから 10% 刻みで、今年は100というシリーズも作りまして、 10% 刻みでどれだけ味が違うかと、分かりやすく出したいということで作っております。春と秋には金亀酒造祭りを開催、酒造でジャズライブを開くこともある。酒蔵をレストランに改装した豊里発酵蔵では、発酵ドリンク、発酵フードが美容と健康に関心のある女性に特に人気だ。岡村本家は人が集まる酒造なのだ。そうして多くの人が日本酒本来の美味しさに出会える機会を提供してくれている。この先もずっとその命を果たし続ける。金亀。